バート・ピルモントは、ドイツ連邦共和国ニーダーザクセン州ハーメルン、イコール・ピルモント軍に属し、バート・ピルモント市は、ハーメルンと、パーダーボルンとの間のベーザーベルクラント地方に位置し、ドイツ・オランダ観光街道のオラニアルートに面している。エンマー川地域を流れている。この町に隣接する市町村は、北から時計回りに、アエルツェン、エンマータール、 ザムトゲマインデポレ、およびノルトベストファーレン州、リッペ群のリュクテ、ブロムベルク、バルントルプである。バートピルモイントは、ニーダーザクセン州の州立温泉であり、国内外の身分の高い品格にふさわしい、温泉施設を数多く有する、伝統的な温泉保養地である。 1556年から1557年に温泉の治療効果が発見され、奇跡の湯と言われて、全ヨーロッパから1万人が訪れたことで有名である。この町は、アルプスの北側で最大の屋外のヤシの施設である、ヤシの庭園を持つドイツで最も美しいクアパークを有している。また、炭酸がモフェッタとして噴出する、ドゥンストヘイレも唯一のものである。 ピルモントの温泉医、ヨハン・フィリップ・ザイプは1712年にピルモントへ来てこの現象を調査した。この炭酸は治療物質としても使われた。現在は6つの薬湯が利用されている。すでにローマ人やゲルマン人はピルモントの薬湯を知っており利用していた。これは1863年に ブローデル水源付近の工事現場で発掘された約300個のフィブラ3枚のデナリウス銀貨ローマ族州のおャクシによって裏付けられている。これらの出土品は、紀元前1世紀から紀元4世紀に制作されたもので、その中心は明らかに2世紀の終わりから3世紀の初めである。これは、紛れもなく古い泉の世紀に関連する証拠品である。 フィルモンテ集落の起源は中世である。ハインリヒシシ公の失墜後、1180年に、旧作戦公国の西部は、ケルン大主教のものとなった。シュバーレンベルク博も大主教に降伏した。ケルン大主教フィリップ一世、フォン・ハインスベルクは、シュバーレンベルク博領のシェレンベルクに城塞を築いた。この城塞は、ケルン市教区の守護聖人ペペロにちなんで、ラテン語で、 ピートリー・マンズと命名され、ドイツ語でペータースベルクと呼ばれた。ピルモントは1184年に初めて資料に登場する。表記はピルマントであった。この二つの名前のどちらから現在のピルマントとなったのかは明らかでない。中世、ピルモントは小法ピルモント伯領の中心地であった。この伯領は1625年に相続によって、 バルデック博家のものとなった。1625年5月7日に、グライヒエン博ハ,ハンスルートビヒは、バルデックの領主権を、いとこのクリスティアンと、ボルフラートに委ねた。当時のピルモントは、いわゆる、聖なる泉の周囲の古い水城と数軒の、小さな家からなっていた。ピルモント博領は、ニーダーラインベストファーレン帝国クライスに属した。バルデック家の最も有名な当主、 ゲオルク・フリードリヒ・ツーバルデックは、1668年に、クベルバッハを塞いで、後に有名になる4列の菩提樹の並木道を、造営した。その後クリスティアン・ルート・ビヒ・ツーバルデック、アントン・ウルリヒ・ツーバルデックが後を継いだ。彼が亡くなる頃、ピルモントには、現在も見られる総合的なコンセプトが生まれた。それは、バロック様式の上官、ハウプトアレート。 多くの並木道の脇道、ブルンネン通りで構成される。当時のピルモントは上流階級に人気の温泉療養地へとその地位を上げ始め、ついに有名なカールスバートとヨーロッパ随一の温泉地を争うまでになっていた。1681年、ピルモントでフィルステン・ゾンマーと呼ばれる帝国諸公の大集会が行われた。1712年に、 バルデックとピルモントの白は神聖ローマ皇帝カール六世によって皇に昇格した。1720年にはノイシュタット・ピルモントに都市権が授けられた。相続分配に伴って1805年にピルモンテは1812年まで一時的に独立死となったが、その後バルデックに併合された。このバルイコール・ピルモント皇は1815年のウィーン会議で、 その存続が確認され、ドイツ連邦に参加した。1868年からは、プロイセン王国の統治下に組み込まれたが、名目上の主権は保持され、バルイコール・ピルモント公は1871年に、ビスマルクのドイツ帝国に参加した。ピルモントは1872年に、鉄道派のオファー・アルテンベー検線に接続し、1879年には、 駅から市内への馬車鉄道も設けられた。第一次世界大戦後、最後の港が退位し、バルイコールピルモント公領は、バイマル共和政果の州となった。1914年に、ピルモントは、バートピルモントと改名した。市とその周辺の別力は、住民投票に基づき、1921年11月30日に、独立した州から、 フロイセン王国のハノーファー県に編入された。1922年4月1日にエスドルフがこの市に合併した。1940年、視聴者機能がブルンネン通りの旧郵便局に移転した。1938年4月1日、ホルツハウゼンが合併した。1956年10月16日にバート・ピルモントは自立都市となった。 1973年1月1日に、バールゼン、アイヒエンホルン、グローセンベルク、ハーゲン、クライネンベルク、レーベゼン、ネールゼン、タールが合併し、これによりわずかな境界線の移動はあるものの、旧白両全域で一市を形成することとなった。2006年10月18日から20日に全ドイツの大臣や市町村の主張を集めた会議が、バート・ピルモントで開催された。 2007年5月15日から16日には、ジャーマニー2007、プレジュデンシー・オブ・ザ・ヨーロピアン・ユニオンの活動として、男女同権と、家族問題のための非公式大臣会議が、開催された。バート・ピルモント市長者バート・ピルモントの市議会は34議席からなる。バート・ピルモント姉妹都市協会、EV は、市の委託を受けて、姉妹都市との連絡を担っている。 指摘あるいはサークルレベルでの定期的な相互訪問が行われている。図柄銀次のゴシック型の縦に赤いアンカー十字バート・ピルモント城ブルーンレン広場のヒリガー・ボルンク・エーカーハウスバート、ピルモントの、クアパークバート・ピルモントの、クアパーク内のヤシの庭スタジアムの他に、二つの、公共プール、ゴルフ場や多くの乗馬クラブがある。また、 1998年から毎年、バート・ピルモントマラソンが開催される。バート・ピルモント駅鉄道ハノーファー・アルテンベー県、線のバート・ピルモント駅には、ハノーファー・エス・バーン5号線の列車が発着する。駅舎は1978年に建設されたもので、ある。市域内は、シバス網で結ばれている。地方バスが、レム号、シーダー・シュバーレンベルク。 ブロムベルクなどに通っている。リッペ軍へのバスには、オストベストファーレンリッペ交通連盟のゼヒザー料金、または、NRW 料金が適用される。またバート・ピルモントには、ケーブルカーやピルモンター路面鉄道の馬車鉄道がある。グライダー、ウルトラライトプレーン、モーターグライダー、スポーツ飛行機など 2000kg までの機種が利用できる、ハーメルンイコール・ピルモント飛行場が、 1> 約1 0トルの距離にある。交通の便が良いバート・ピルモントには、キャンプ場、キャンピングパーク・シェレンタールがある。また、市の中心部並びに、温泉施設に隣接したプールに面して22台のキャンピングカーが利用できるオートキャンプ場がある。バート・ピルモントには、ドイツ籍十字ニーダーザク選手連盟のランデスシューレもある。これらの文献は、翻訳元である。 ドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に最初直接参照してはおりません。ありがとうございます。